明日のっちゃんカラーで現れるからって楽しみにしてる。明日は大阪やで、楽しみ。浴衣だよみんな、浴衣姿、浴衣姿の私を見てくれますか今日はねレッスンでした。今日はレッスンでした。今日はレッスンでした。とても楽しかったです。お、ツアーファイナル大阪の夜の亀ヶ関、過去昼夜で木村さん撮り、うわー、のりともさん頼んだ奇跡の一枚を出してください。あ、ね、今日フィーチャーデー、今日フィーチャーデーです、今日フィーチャーデーです。明日は大阪、大阪で、あ、テク、あにゃあにゃ、ほい、お、渋谷行くよって待ってる。なんかさ、これちょっと待って真ん中にだけ真ん中にだけ塗ったら舞妓さんみたいになった。まん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 、まあ、ご飯やないかーい。うんうんうん、明日何着てこっかな、浴衣着てこっかな。なんかさ、なんか曇ってるレンズ、なんか曇ってない？ウェットティッシュで拭いたら余計に曇ったんだけど。おお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 、フライングで、フライング浴衣、フライング浴衣していこうかな。そうしようかな。ユミニーさんのお土産は準備してます、しっかり。あとはちゃんとカバンの中に入れる。でも明日さ、浴衣やけんさ、衣装を持ち運ぶことがないけんさ、ちょっと荷物がさ少なめでいいから、マジあの手に持って、手に持っていくことを忘れないようにしないといけないの。だからみんな明日気をつけないといけない。
ッチャの撮影タイムはないんです。ないんです。私たちも撮影タイムやりたかった。でも今回はその機会がないみたい。カバンを忘れない、カバンは忘れない、カバンは忘れないけど、カバンを忘れない上にちゃんとお土産の袋を忘れないようにします。なんか今日ここなんかまつげが1本だけめっちゃ上がってる。どうしたん、どうしたねん、どうしたねん。どうしたんねん。どうしたんねん。マツケンのポーチ、そう、マツケンのポーチはそれには全然ないけど、大事なのが入ってますから。ありがとう。よもつくさん、たこちゃん、電化会さん、たこちゃん、むあさん、たこちゃん、ぶんごさん、ハートありがとう。そっか、確かに関東の人、関東の人は、関東の人はカールを買って帰る。カールって何って思ったけど、カールじゃわ。カールを買って帰ること、確かにレアなので、カールを買って帰りましょう。ジョージさん、猫ちゃん、猫ちゃん合唱団ありがとう。ブンゴさん、だるまありがとう。ウェディングのアクスタが販売する、やばいねやばいね、ウェディングのアクスタとかなんか不思議な気持ちになるね。どの写真が選ばれているでしょうか。そうなん、ランダムな。 STU の運営さん、分かってますね、分かってますね。みんなが絶対に欲しいって思うものをランダムにしがち、うまいな。でもあれだよね、普通にランダムじゃなかったの。みんなに推しメンのグッズを誰に入れてもらえるんだけどね。ずつ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 、明日絶対私たこ焼き食べる。私もう絶対たこ焼き食べる。もう絶対に明日はたこ焼きを食べに行く、食べに行くつもりです。食べに行くっていうか、もう絶対食べる。ケータリングにたこ焼きがもうあるという前提で、前提でもう私は今生きてます今もう生きてるので、食べれんかったらへこむ。食べれんかったら私はへこみます。私のお話し会、明日来てくれる人はお話し会の
そう顔色を見て、あれもしかしてみたいな。たこ焼きなかった。なかった。か聞いてみてください、私に。リアルタイムで教えてあげます。いや確かに、いやマジで青のりとかくっつけて、あの私の歯に青のりがついとったら、あの絶対にたこ焼きだったと思う。うわ肉吸いね、肉吸いはね難しいよね、多分ケータリングにあったら超最高だけど、ケータリングにするのが難しいよね。ああ今日の私の服さ、おしゃれな黒 T に見えるやん。おしゃれな黒 T に見せかけて、おしゃれな黒 T に見せかけてマツケンなんです。マツケンサンバなんですよ。実はさりげなマツケンサンバ。さりげなマツケンサンバなんです。うわ串カツありありありのありですね。ナンバグランド花月の前が肉吸の最初の血なんだ。へえ。じゃあおしゃれな黒っていうお土産に買おうかと。黒っていえば何本あって前です。こんばんは。あとサイズ S でも XL があったら XL をダボっと切るのが好き好き。マジでマツケンっておしゃれだよねこれ。明日研究生の撮影会に行かないことを約束します。みんなのこと信じてるから。黒パーカーもめちゃめちゃ使える、めちゃめちゃ着る。前髪切ったんよな、ちょっとなんか斜めかな。なんか前髪を切ったらさ、前髪を切ったらなんか前髪を切ったら私すっごい前髪伸びとったんやなっていう、前髪が伸びてたんだなってすっごい思いました。私めっちゃ前髪伸びてたよな。なんか短すぎに見えるけど全然短いことないよ。なんか短く感じるけど全然眉下やし、すんごいちょうどいい長さなんだよね。でもなんかそわそわしちゃうんだよ、前が長すぎたから。なぜなぜ。確かに明日朝配信かな。明日は朝配信になるかな。そんな感じかもしれない。朝配信になる方ですね。明日ね、ウーバーネルの番組あるね。ね。特番。ウーバーワールド。ウーバーワールド。
あのさ、ウーバーワールドのさポスターがめっちゃあの本通りに貼ってあることを最近気づいた。めっちゃ柱という柱に貼ってある。うーん、パネル続々とサインしてるね。いつできるかな、お楽しみに。めっちゃさ、ガキに行きましたとか言わんで、あのファンの人がうわ書かれとるっていう、のに気づいて、あのバレちゃいましたかって言って、バレちゃいましたかって感じでツイートするかな、しようかな。いつ書いたかは秘密です。確かに何か新幹線コンセントある席が嬉しいな。コンセントがあるやつとないやつの違いがちょっとあんまり分からんのよ。メンバー専用ペンあるんかな。絶対私のやつ勝手に書いちゃダメやけんね。勝手に書いたらダメやけんね。私は勝手に書いちゃダメやけんね。新幹線グリーン車なら全席コンセントあります。もっと頑張ります。もっと頑張ります。すっごい前髪が短く感じるんだけど。いやでもさ、これ本当にあのベストの長さなんだよね。あ、眉毛の真ん中っていうあのベストの長さなんだよね。だけど今までが長すぎて、あ、私なんか鬱陶しいぐらい長めな前髪の方が似合うのかな。そうなのかもしれない。そうなのかもしれない。そっか。でも明日メイクポーチは絶対に持ってかなきゃいけないから、メイクポーチ忘れたらやばいよね。やばいよね。なんかメイクポーチ忘れそうな予感がする。明日の荷物もう準備しとかないとだ。朝配信も、え、どうしよう。朝配信なんか気づいたら朝になってそうで怖い。気づいたら朝になってそうでさ、朝配信できる暇なくてさ、なんかバタバタする未来がなんか見えてるんだよね。すっぴんに浴衣行こうか。すっぴんに浴衣で行こうか。ありかもしれん。でも待って、すっぴんに浴衣ってちょっとあのお化けみたいになっちゃう。血色ない人間かける浴衣はさ、ちょっとお化けやん。お化けじゃん。手があるよ。そんなことない。そんなことないか。じゃとか言って、ややし、絶対忘れたらやじゃもん。私が嫌です。そう、明日は多分朝配信ですね。朝配信になります。なんかね、はあ、なんか最近さ、メイクブラシがさなくなる事件がさ多発しちゃったんやけど、まさかのポーチの下にあ潜り込んでました。びっくり、うん、びっくりよ。でもそう、朝配信の時にメイクポーチユミリンさんでのユミリンさんへのお土産、ユミリンさんへのお土産、メイクポーチユミリンさんへのお土産
って感じで。いやもう私絶対朝配信はパジャマでやるよ多分もう朝って感じの配信になると思う。朝配信朝朝ですって感じの配信になると思います。え歯ブラシ使ってた、メイクブラシをってこと、それはやばい。あ、私ね、私電動歯ブラシなんで5時、いや普通に何時ぐらいにしようかな、7時ぐらいからしようかな、7時ぐらいからしよう、7時に朝配信する。明日の夜でパスポート、え大阪って海外大阪って海外やっけ、7時にメイク配信はちょっとなぁしないかも。なんか軽くならするかもしれないけど、なんか今日のメイク良くない、今日のメイク良ない、なんかいい感じにできたんだけど、こんな感じで明日もできた。でもね、明日はね多分ねピンクメイクっていうよりかはちょっと赤メイクの方が似合いそうなので、赤っぽいメイクにし、赤っぽいメイクにしようと思います。いや前髪めっちゃいい感じだね。平成あのすんごいいい感じに切れてる、前髪いい感じに切れてます、良いね、よかった。今日の朝ちょっと失敗したかもと思って焦ってたんだよね焦ってたんだけどいい感じじゃん。明日の髪型ねどうしようかなって思ってる。夜にね調べようかな、こんな感じどう、こんな感じどう。でもなんかちょっと編み込みしたい、編みなんか三つ編みとかで編み込んだりして可愛くしたいよね、なんか浴衣っぽくしたい、浴衣って感じの髪型にしたいな。パンダ丸さんお花ありがとう。今日フィーチャーデーなのか。夏中夏、カラオケしたかったな、カラオケしたかったけど、イヤホンがないか、イヤホンがないかもしれない。かわいい、サニーさん、え待ってちょっとあのイヤホン探しの旅に出てもいいイヤホン探しの旅に出てもいい。ちょっとなんかめっちゃ今私歌いたいの、いやすっごい歌いたいの、歌いたいんだけどイヤホンがない、
ょっと一旦イエイ